はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。ですね、今こちらのブースに来てるんですけど、こちらにね、ちょっとね、変わったやつを見つけたんでね、これからね、見に行こうと思いますよ。では行ってみましょう。通常走ってると、こういう風にカラ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 ってね、カラカラって言うんですけど、これね、カラカラって言わないんですよ、全然ね。さっきも見せてもらいましたけどね、すごいでしょ。で、さらにすごいのは後ろにも回ります。興味深いでしょ。もうこれ見ちゃったらね、男の子大好き。もうね、もうこれはもうたまりませんよね。はい、もうなんかこれなんだろうっていう感じになります。さあ、これがね、一体ね、どういうものなのかね、ちょっとね、あのメカメカしいところをちょっとね、後で見てみようと思います。これはまあ通常の状態ですよね。これ、はい、アサルト2本で回りますよ。これ、1本が、あ、はい、クランク上がってきた。うん、なんでなんでですか。あれ、アサルト2本が完全に違和されてるんです。後輪が前輪と同じベアリングのみでこう、はい、サポートされている状態。はいはい。で、回す、こう、クランクを回すことによって何かが引っかかって、こう、まあ、車のクラッチと、自体が、はいはい、あと踏み込むと完全にね、エンジンとドライブシャフトの接合が切れますでしょ。はいはい。それが、まあ、要はセミオートでできるわけです。うん。おお、これ利点は何だろう。ラケット上で足を止めるとね、大きな音がします、ね。はい、あ、はいはい。これはやっぱりフリクションによって、結構ロスが出てくる。あ、なるほどなるほど。ですので、この場合はもうフリクションゼロになりますので。あ、はい。完全に外れてる状態になるん で、完全にその、なるほど。抵抗がなくなってますんで。じゃあ、漕ぐのをやめた時も、そのままずっと走ってる。減速するんですけども、うん、減速する割合が小さい。なるほど、なるほど、なるほど。あ、すごい。これは驚きですね。さすがに後ろ向きに走ることはないけど。うん。ああ、なるほど。後ろ回してもクランク上がってきたりしませんか。ああ、けど。転がせるやつ。うん、これ、あ、確かに、うん、いいと思う。あ、ある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 。なんかこう、ペダル上がってくるのうざいなっていう時はないっていうことですよね。ああ、なるほど。やっぱり、正直、これがその仕組みってことなんですか。まあ、ちょっと中の3台見せるんですけど、ね、これはスターラケットなんですよ、基本的に。はい。ね、37台持ってる。これがこう、こうガチャっとこう。ああ、はい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 。離すとこれが離れて、これが完全にフリーになってる。なるほど。それでこっち側が回り始めることによって、こうガチャーンとくっつくわけですね。はいはい、ちょっと触ってていいですか。はい、ここに仕組みがあるんですよね、これ。はいはい、くっとくると、ボンとガチャンとはまるから、はい。離すと、まあ、実はリターンスプリングがないんですよ。あ、はい。離すと、実は磁力の反発力で。磁力なんだ。クラッチの、まあ、クラッチリングと呼んでもいいと思うんですけど、はい、そのリングが外に押し出される。へえ、おー、なるほど。まあ、こういうのを実用化したということで、ね、うん、まあ、非常に機構的にも単純ですので、うん、頻繁にみんなが走る必要がありませんので、うんうん、で、重量的にも別に特に重いということです。あ、そうなんですね。そんなに重くならないでいける。はい、はい、ホイールとセットでなってて、前後で25万円ぐらいの、だいたいそういう。安いものは14、5万から、ね、あるんですね。多分25、なるほど。とかいうのも、はい、カーボンとかそういったのを使ってくると、ちょっと高いのがあるかなって感じですね。はい。なるほど。ありがとうございます。いや、よろしくお願いします。はい、今回ね、この不思議な、ハブを紹介いたしました。ね、今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録またの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。